ち。次は討伐。うん。今に見てろよ、最後に生き残るのは人類だ。お前らなんかきっとリヴァイ兵長が。まだ何体かいるようだ。兵長、増援を集めてきました。ペトラ、お前は下の兵士を解放し、残りの全員で巨人を片付ける。本体を守りつつ巨人を一掃するぞ。リヴァイ兵長、前方に新手の巨人です。どうして間に合った。どいつもこいつもふざけた動きしやがって。おとなしくしてろ。やる。そうしないとお前の肉をきれいにそげねえだろう。まとめて相手してやる。俺の敵じゃない。やる。まとめて相手して。救援要請無視はできねえ。ち、期待。してやがる。次の巨人はどこだ。スタボロにしてやる。俺の敵じゃない。どうして。うわー、ずいぶん巨人が集まったね。しかし、あ、いや、かなり集まりすぎたかな。おい、
何やってやがる、クソメガネ。夢中になると状況も見極められねえのか。面白い暮らしやがって。ありがとうリヴァイ。いやちょっと巨人を集めすぎたかね。せめて結果を考えて行動しろ。この数を一気に相手にはできねえぞ。やる。おとなしくしろ。やる。ここは片付いた。俺の敵じゃ。巨人発見の縁談だ。行くぞ。どうする化け物。この辺りの巨人を倒したい。手伝った。おとなしくしてろ。俺の敵じゃない。まとめて相手してる。行く。ノア。救援しましょう。やる。やばい。面白い。嫌な匂いが遠くからする。飛行者、俺の班を警戒に当たらせておこう。ああ頼む。お前の鼻に間違いはねえだ。兵長、索敵班の報告では巨人の群れが接近中とのこと。続け兵長、俺も同行します。俺たちで仕留めるぞ。囲まれねえように気をつけろ。よし、ここはモグリットに一肌脱いでもらっちゃおうかな。おとなしく縁談のもとへ急げ。助けを求めてる。俺の敵じゃない。どうしたバキモリ。邪魔だ。やる。俺たち調査兵団の力を見たか。俺の敵じゃない。てめえの肉削り取ってやる。どうしてバキモリ。俺の敵じゃない。飛行士です。町の中心に向かっています。止めないと。本体を守らねえのか。飛行士の迎撃に向かうぞ。どうして化け物。捕虜、ついに来い。了解っす。あ、了解です。モーブリット固まってる。巨
人たちに接近してこっちに釣り出してくれないかな。分隊長、いくらなんでも作戦が無茶すぎます。ああ、もう仕方ない。分散させられたね。これで巨人をかっこ撃破できるよ。俺の敵じゃない。まとめて相手して。やりました。巨人が罠にはまりましたよ。うまいじゃないか、モブリット。このまま捕獲。うわ、今は無理そうだな。おとなしくしてろ。だろうとほふってやる。覚悟しろ、巨人ども。やる。俺の敵じゃない。どうしてバケる。やつらだ。その肉切り刻んでやるから待ってろ。兵長、俺たちでやってやりましょう。まとめて相手して。俺の敵じゃない。
まとめて相手してやる。助かった。おとなしくしてろ。ここは制圧した。作戦完了だな。兵長、血が止まりません。兵長、俺は人類の役に立てたでしょうか。お前は十分に活躍した。そしてこれからもだ。お前の残した意志が俺に力を与える。約束しよう。俺は必ず巨人を絶滅させる。兵長、彼はもう。最後まで聞いたのか、こいつは。きっと聞こえてましたよ。だって安心したように眠っている。ならいい。リヴァイ、退却だ。巨人が町を目指して一斉に北上し始めた。壁が破壊されたかもしれない。なんてことだ。状況は先ほど伝えた通りだ。壁外調査は中止する。総員撤退。早急にトロストクへ帰還せよ。群がる巨人を排除しつつ外門を目指す。了解。リヴァイ、お前の班は最後尾について巨人の追撃に対応してくれ。ああ、了解だ。追ってくる巨人はあらかた片付いたな。エルヴィンはそろそろ壁につく頃だ。急がねえと。おい、何を止まってる、クソメガネ。崖が崩れて道が塞がったんだ。これじゃ馬が通れないよ。そこの砲台で瓦礫を吹っ飛ばしてくれる？頼んだよ。巨人が数体接近してきます。仕方ねえ。だが町の様子が気にかかる。うまくいかねえような。先を急ぐか。ありがとう。砲台が巨人に壊される前に急いで頼むよ。さらに巨人を確認。複数います。立体軌道、瓦礫を無視できる。
もう馬を諦めて進むか。ダメだよ、ここには馬を置いていけない。巨人は防ぐから、瓦礫の破壊を急いでよ。助かってよ、リヴァイ。あとは私の班に任せて、先に行っていいよ。無視はできねえ。やる。俺の敵だ。まとめて相手。口を動かしてない。ついてこい、ボルオ。エンダロ、苦戦してやがるのか。先を急いでるのに邪魔するなら死ね。いいからついてこい、エルミに追いつくぞ。どうした、化け物。手出しなよ、俺の敵じゃない。了解しました。まとめて相手してやる。おとなしく。まずいな、早く仲間と合流して町へ戻らなければ。おとなしく。仲間とはぐれてしまって。助かりました。行きましょう。俺たちは急いでエルヴィンを追う。遅れるな。救援要請、無視はできねえ。行く。ヘラするなよ。やめねえ。俺としたことが仲間を見失うとは。行く。体勢を立て直さないとな。
助かりました。了解しました。まだいけます。ああ、トロストクの状況によっては俺たちの力が必要になる。急ぐぞ。行く。おとなしくしてろ。見て、仲間が少ねえようだ。崖崩れと巨人の襲撃で味方は散り散りだ。手を貸せ。行け。エルヴィンが先に行ったのか。先頭にいたはずだ。おそらくそうだ。そこの砲台で瓦礫を爆破して進もう。お前は先に行け。俺は試算した兵を収集する。おとなしくして。新手の巨人です。南東から複数来ます。戦力を集めて先を急ぐ。そうか、ご苦労。このままトロストクの壁門まで強行するぞ。了解しました。正面。すいません。されてる。急ぐぞ。総員突撃。トロストク壁門へ急げ。おとなしくしろ。おとなしくしろ。やる。目立つなよ。行く。わかりました。そっちだ。邪魔だ。俺の敵じゃない。Thank you.
面白い面しやがって。行く。何が起こってやがる。飛行手一体向かってきます。面白い面しやがって。考えている時間がない。みんな立体軌道に移る準備をせよ。リヴァイ、お前は仲間の援護を頼む。あの大型飛行士を仕留めろ。了解だ。目障りな野郎、てめえを殺して後ろの壁を登らせてもらう。援護します、兵長。手ごわそうな奴だが、俺たちなら俺たちの力見せてやりましょう。おとなしくしてろ。おとなしくしてろ。ガキども、これはどういう状況だ。
巨人化したエレンが壁の穴を塞ぐことに成功した後、壁外調査より急遽引き返してきた調査兵団と駐屯兵団工兵部の活躍により、ウォール・ローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。今回決めるのは、君の処遇をどちらの兵団に委ねるかだ。憲兵団か、調査兵団か。まず憲兵団の案を聞かせてくれ。はい。我々はエレンの人体を徹底的に調べ上げた後、速やかに処分すべきと考えております。彼の巨人の力が、今回の襲撃を退けたことは事実です。なのでせめて我々人類の英霊になっていただきます。そんな必要はない。今すぐに殺すべきだ。奴は神の英知である壁を欺き侵入した害虫だ。ニック司祭殿、静粛に。次は調査兵団の案を伺おう。我々調査兵団はエレンを正式な団員として迎え入れ、巨人の力でウォール・マリアを奪還します。以上。ん？もういいのか？はい、彼の力を借りればウォール・マリアを奪還できます。何を優先すべきかは明確だと思われます。だが今回の奪還作戦の報告書にこう書いてある。巨人化の直後、ミカサ訓練兵へ拳を振り抜いたと。彼は巨人の力を制御できていません。人類の命運、人材、資金を託すべきか疑問があります。あなた方は巨人を見たこともないくせに何をそんなに怖がっているんですか。まずいか。いや、言ってやる。思っていること全部。力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか。生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ。この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ。構えろ。はっ。待って。
持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし、こいつは巨人化した時、力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。ソト、ご提案があります。なんだ。エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこだ。エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのかリヴァイ。殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェガーは調査兵団に託す。うっ。